を救う使命を帯びて戦う男燃えるロマン誰かがこれをやらねばならぬ期待の人が俺たちならばみんなを離れイスタンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト春蘭新たな敵をレーダーに捕捉指示を待つ戦闘も戦闘配信つけこちら春蘭新たな敵をレーダーに捕捉指示を待つ戦闘モードに行
常モードに移行。緊急事態、援護を願います。全武装集中制御、攻撃目標指定開始。敵艦を撃沈しました。命中、撃沈しました。ヤマト、巡航モードに移行。おそらく波動砲と同じ粒子砲弾、エネルギー組成は違うようだが、この分だと威力も匹敵するかそれ以上なのかもしれんぞ。チキショー、レーダーに反応、新たな敵と思われます。今のは何とか避けられたが、この状態ではもう次はないぞ。
敵反応変化なし。なんてこった。ダメージを与えていないのか。そのようです。なんて分厚い装甲なんだ。ヤマト、重装モードに移行。タンデム体系。全武装集中制御。攻撃目標指定開始。こちら春蘭、交戦中の敵部隊を撃破。敵をロック、追跡を開始する。敵の装甲の厚さは桁違いです。エネルギー弾も実弾だって貫通しませんよ。こうなれば最大出力の波動砲で一気に撃滅するしかないだろうな。しかし真田さん、波動融合反応のことがあります。サーシアのいる敵本性の影響はどうなんだ真田。T
敵本勢まではまだ距離がある。車軸を外しさえすればサーシアのいる敵本勢には影響ないと思われます。よし、可動砲発射準備だ。はい、総員対ショック対先行準備。波動エンジン出力上昇、波動砲へバイパス接続。ターゲットスコープオープン。古代さん、敵巨大艦に高エネルギー反応、粒子兵器のチャージを始めたと思われます。やる気か。波動砲とやらで一気に型をつけようという魂胆だろうが、そうはいかん。貴様らの波動砲、そして我々の無限ベータ砲、どちらが勝つか、これで雌雄を決しようではないか。シアーロック解放、カウントダウン開始。10 9 8 7 6 5 4 3 2。監修波動砲無限ベータ砲発射。軌道がずれた。急速回避上だ。急速回避。やったか。見ろ古代、敵本勢が。あの星にはサーシアが。まさかこんなことになるとは。波動融合反応がこれほどとは。私は君。アルフォー少尉。